さあいよいよ安田記念当日でございます。はい、昨日はララバイ記念、明日のレース予想ライブお越しいただきありがとうございます、鈴木ララバイでございます。お願いします。ライブに出ていなかった漱石ですあフリーなんでね、あれなんかルールがややこしくて出せないそうなんです本当は名前は出してたんだけどね、まあ、まあしょうがないんです全然、はい、でいよいよ安田記念なんで、安田記念なんでというか、昨日ね予想プレゼンして4人予想して2人がそれ乗っかるかどうかを決めて2人は馬券没収っていう、まあ、ライブだったんだけどっていう企画やったんですね、うん、没収されちゃったからさあそうなんです、うん、だから俺の予想当たってほしいけど当たってもっていう意味がないっていう感じなんです、ね、まあでも各々の予想はね、はい、当たるかどうかどうだったかっていうのはもう結果はもう気になるんで、それは見ていこうかなっていう回です。動画ですか。そう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 。まずララバイ。はい。僕の馬券、没収された僕の馬券はガイアフォースとセリフォース。はい。217のワイド1点。まあ 8.1 から 8.8 倍と。なるほど。現14時15時前のオッズでは持ってます。に9100円買ってます。おお。買ってました。が没収です。没収なので当たっても当たっても当たっても劇場還元です。あそういうことなんですね。後ほどスタッフが美味しくいただきましたです。くさ、はい、それがララバイ馬券でございます。我らがもみさんは我らがもみさん、我らがもみさんは本命がナミュールです。はいはい、ナミュール女の子、女子です。そうです、ナミュール軸でそこに流すって言ってた後に足したいんですって。ほう、3、4、めえ12を足しまして多くない？そうなんです、36点かな、はいはい、にしたいですってウィンズで連絡が入ったんで、あいよいよっつって、はい、で馬券購入代行したんですけど、その煽りを食らって僕のワイドの馬券が額減ったんです。ああ、そういうことか。俺一番買いたかったんだけど9100円になったんです。それで足せるでしょなんとか4人分の馬券を俺購入代行してたから、そう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 、だから僕のワイドは9100円です。ああでもこれでも取り紙2点っすね、うん、あマジで、はい、これでも取り紙2点っすね、うん、ただもみじさんは、はい、募集。そう、あ、そうだ、もみちゃんも募集だって言ってませんでしょ。もみちゃん募集です。だから当たっても、だ36点。そう、当たりそうなのに当たってもこれ200円ずつ買ってます。ただまあ馬券を削り合った2人は没収やからまあまあプラマイゼロみたいなことです。もうマイナスマイナスで、まあ選ばれた2人です。はい、黒船松山くんは馬連買ってます。馬連ですね。馬連です。軸は、17セリフォースです。結構流さないみんな流すのよ。あでも9点か。そう、9点で500円ずつ買ってます。あ、しかも取り紙ない。あ、なし。相当ず割れてんすね。そうか、9点買っては、え、生まれんで取り紙ないってすごいね。そうっすね、うん、まあセリフォス軸っていうのはあると思いますけど。そうかそうかそうか、なるほど、ね、まあでも、まあ、買い方としてはやっぱ取り紙ってだいぶねもったいないんで、取り紙ってだいぶねもったいないんで、これはじゃあ選ばれた馬券で、これはもう当たったら嬉しいでしょうね。当たってたら黒船は喜んでるという馬券ですね。さぞ嬉しいんでしょうね。いいんですよね。さぞ嬉しいって。まあ、我々的にはじゃあ、我々というか、もう、ララバさん的には外れてもらっても、じゃあ、痛くはないっていう。もう俺、何でもいい、今日。そう、気持ちいい。そうですね。だから何が正解かが分からん気持ち。だまあ俺の予想が当たってるという意味ではまあ当たりは嬉しいけど、もう気軽に見ましょうよ。で、問題の、下流下田馬券が、はいはいはい、もう言うのめんどくさいぐらい。軸とかはあるんですか。もうね、まあ配信見てくれた人とか、会場来てくれた人は分かるんだけど、もう、まあ、馬券で言うとフォーメーションで3連単を買ってるんだけど、3連単のフォーメーション、フォーメーション、それが、6枚になりました。6枚になって、はいはいはい、フォーメーションのもうギャンブルの買い方、オッズがつくやつ選んでるみたい な, そうな、このままやったら何着止まりとかそういうことでもないってことですか。でもない。2着は買ってるけど3着には買ってないとか1着も買ってないとかっていう、まあまあ分かりますけどね。なんじゃこれ、マックス700万、多分774万、じゃもう700万も入ってる。700万だ、これだな多分。じゃソウルラッシュが2着やったらちょっと
ありえるからありえるですよ ね、 そうだね。セリフォス3着もありそうですし、ね、そうか、まあ、これは当たったら自分のものになれる馬券ですから。一応じゃあ700万馬券の買い目言っとくと、あそうか、頭がカテドラル、カテドラル、あ18番にそりゃなるわ。あまあまあエンターテインメントですね。そうね、うん、まあ楽しんでる。買い目は多いから当たる率は全然ある。そうね、あもうよ39分や。あマジか、もうはそうじゃん、全然動いてない。ポケットに馬券かと思ったら、さっきあの稲田さんにもらった龍角散ダイレクトが買ってたんです。なんであの人配ってたんだって。配ってはったんですね。配ってた、はいって。配るもんちゃうでしょって言ってたの。まあまあ全員の動画良い方がやっぱまあ優しい、盛り上がるかもしれないですけどね。優しい、チームで考えてる。いやめちゃくちゃ優しいな。そしたらゆずさんも元気でしたよ。万全でした。めちゃくちゃ叫んで暴れてた。めちゃくちゃ受けてた。いやーいけますよ。さあさあ、いや時間的にはもう40分なんで、まあ、でも G1 これがもうやっぱね気持ちが高ぶりますよね。そうね。これババどうなってる？やや重か、今やや重でも軽っ。ちょっとあの今あの電池が切れたんで、こっちで行きます。そんなことあります？安田記念のレースのリアクションだけこれでちょっと行きます。嘘でしょ、マジかよ。大最悪です。こんなことある？どうですか？スタートみんな14だけ。いやナミュール、ちょっとナミュールどこや、5番か、半歩出遅れてない？ロマンチックオーリアも前の方ですね。あガイアフォース俺、あでもあでも前いいか、いいとこだね。1番いい、下手したらちょっと遅いぐらい、うん、マジか、これ大丈夫か。まあ馬場さんによる。うわ怖い。セリフォスだいぶ後ろじゃない？後ろから3投目よ。えマジっすか？うん、セリフォスは厳しいか。セリフォス大丈夫か、これ来る？川田さん、川田さん、あとガイアフォース、ガイアフォース詰まってる？詰まってますね。詰まってるね、ガイアフォース。こっからグイッと、こっからグイッと、こっからグイッと、何が来てる？あでもガイアフォース来てるよ、すごい。ナミュール来ました。ナミュール来た。お、モミちゃんナミュール来てるよ。ちょっとちょっと、ロマンチックオリア、ロマンチックオリア、お、すげえだ。ガイア、ガイア来て、ガイア来て、ガイア来ない、ガイア来ない。4着、5着、わあ軸、4着、5着でした。結局人気仕事っすね。なるほど。え、ナミュール入ってる？ナミュール来ました。ナミュール入ってるってことはモミちゃん当たってんじゃん。ただ安いっす。そうか、マジか。いやでもロマンチックオリア強かったんやね。えすげえ。いやーマジか、ね、まさかねレース始まる瞬間にこっちのカメラが切れるとは。そんな瞬間やったんですね。電池が切れまして、で携帯で途中のリアクションを抑えて、でまた今レースが終わりました。1着ロマンチックウォリアー、1番人気香港の馬でした。2着ナミュール、ナミュールもみちゃんの軸です。3着ソウルラッシュ、人気1人気4人気2人気、人気4着はガイアフォースか、あセリフォス、どっちかっすね。4着ガイアフォースかな、かなで5着がセリフォス。ララバイの馬券は4着5着したですね。俺今回の予想でナミュールは選べなかった。俺はむずかったな、まあ、やっぱ打前走出遅れ、まあ一回早い流れ経験してもよかったかもですね。ロマンチックオリア強いっすね。強いね、香港強いっすね。香港やっぱすごいんだね。何が強いじゃない、総合的に強かった感じの勝ち方、横綱相撲とはこのことみたいな。あ、でもだからもみちゃんが当たってるってことは今もう出てる確定オッズ、もみちゃんが当たってます。でもみさんは36点勝ってたんですよね。36点勝ってます。だから36倍以上つくとプラスなんです。そうですね、俗に言う。でしかも200円勝ってるから36倍つくでしょう、3連覇。だから5番ナミュール、うん、7番ロマンチコリア、うん、10番ソウルラッシュの3連覆は、うん、3280円です。3200、マイナスです。あとちょっとよ、2点だけある取り紙の取ったと、うん、うわーマジか、36あって、はい、かー
まあでももみちゃんはあの劇場還元なんで、当たっても、あ、そうかそうか、当たった額はもう劇場に、あ、だからまあどうせマイナスなんですね。そうっす、もうもうもう。で黒船がセリフォース軸だから外れてる、うん、セリフォース軸だから、あいつや、下ちゃん、下ったや、下ちゃん何選んでたっけ。ありません、ないんかい。じゃあ全員外れ、あー、ある意味もみさん、まあ、そんなに甘くないってことですよ。そうだな、むずいな。まあもみさんがある意味もみちゃんは正解というか、まあ、しかも波打ち軸っすかね。いやそうよ、一番軸、うん、軸にすべき軸が来たっていう、素晴らしい。いや波打るいいね。だから我々こう波打るいいねって馬券外れても楽しいのは、波打るの次をこう楽しみにレースをこう待ってるわけですよ。そうだな、いや負けました。結局ね、うん、だから俺の予想があの誰かに選ばれてたとしても結局っていうことでしたね。なんか人に発表して負けた時ってなんかすごいなんか恥ずかしいじゃないですか。いや追い打ちかけんなよ。恥ずいというか、まあ、抜けこんだけね競馬語ってちょっと訴えるシーンもあってね。今日ね昨日めちゃくちゃ語ってたな。ダサい。ダサいんすよ。